スーパーボーシボーイの毎日トレーニング。スーパーボーシボーイです。最近筋肉が衰えすぎてて、衰えに衰えし放題で、腕がもうみるみるに細くなってきたり、スーパーで買い物行くとね、持って歩くだけでめっちゃしんどくなったりすることがよくあるんで、これから毎日筋トレをしていきたいと思います。三日坊主にねならないように、こうやって動画に撮ってやっていけたらなって思っている所存です。じゃあまず毎日別々の部位やった方がいいらしいんで、まずは筋トレ、腕立てからやっていきたいと思います。15回ぐらい最初なんでやっていきたいと思います。はい、ってな感じで、筋トレが1日目、スタートしました。ということでね、マジで腕が細くなって、ちょっと荷物持つだけで腕きつーってなっちゃうんで、さすがに筋トレしないとやばいなって思って筋トレし始めました。ということでね、この時間はなんかいろいろ自由に喋ってこっかなって思ってるんですけど、寒かったっすね。2月の18日めっちゃ寒かったです。それまで結構あったかかったんですけどね、急に寒くなって、本当にもう凍えるわーってなりましたね。凍えたわーっていうねって感じでやってるんですけど、あんま喋る時間もあんまりないな。めちゃくちゃこの時疲れてますね、この人。あーもう無理無理無理、10回越したところでもう無理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 って思ってますね。もう今現在もちょっと腕がやばいですね。あ、終わったぞ。15回終わりました。おめでとうございます。今日終わりです。終わりです。ありがとうございますね。明日から続く筋トレ、みんな見てねってことで、1日目終わり。